この選手はプエルトリコのバヤモン出身ですね。年齢はもう36歳になります。非常にパンチのある選手ですね。87年にですね、韓国のパクチャンヨンから10ラウンド KO 勝ちでですね、WBA のバンタム級タイトルを獲得して、これ一度防衛したんですけれど、タイトルを奪われました。その後ですね、ラウル・ペレスに勝って WBA のジュニアフェザー、そして、まあ、最近ですね、去年の5月、エロイ・ロハスにですね、日本でもおなじみのエロイ・ロハスに11ラウンド TKO 勝ちして WBA の世界フェザー級タイトルを獲得してますね。だからこれ3階級制覇したそのことになりますね。はい、はいはい、その3階級というのをですね、よく見ます。これいずれもバンタム、ジュニアフェザー、そしてフェザーですか、 WBA のこれタイトルなんですね。これ何でも聞くところによると初めてということなんですが。そうなんですね。過去にですね、団体がその分裂してない前はですね、ヘンリー・アームストロングのようにですね、その、統一団体の3階級制覇っていうのはかなりあるわけです、はい、ところが分化してからですね、その同じ団体でそのタイトル3階級制覇したっていうのはウィルド・バスケスが初めてそうです。例えば WBA、WBC、WBA とか、はい、こういう3階級制覇なんかは結構例があるわけですからね。はい、はい、でバスケスは一昨年地元でジュニアフェザーのタイトルはアントニオ・セルメニョに敗れているんですが、もうこのセルメニョという名前は皆さんご記憶に新しいところかと思うんですけども、浜田さん、はい、まあ、あの時バスケスが敗れた時はもうこれでバスケスも年齢を考えてもう終わりなのかなという記載したんですが、まあ、年齢的にもそう思いましたけど、まあ、年齢よりもボクシング内容ですね、ボクシング内容でちょっと波がありすぎるなというのがセルメニョ戦であって、じゃあバスケスもこれまでかなと思ったのは本当正直な気持ちでしたけどね、その後まさかあの強いロハスにノックアウトで勝つとは思わなかったですね。復活したわけです、ね、本当にしぶといですね。そうですね。で今日はそのフェザー級チャンピオンとしての初防衛戦になります。挑戦者はチリのベルナルド・メンドサです。こちらはどういう選手なんでしょうか。はい、この選手はチリのサンチャゴ出身、年齢33歳になりますね。戦績がですね、54戦48勝 27KO 6敗ですね。まあ、これまでにですね、チリのジュニアバンタム、このタイトルを取ってますね。まあ、スピーディーで積極的な選手でですね、なかなかこの選手はですね、まあ、国際的にはまだその知名度はないんですけれど、まあ、チリではベテラン選手ですよね。はい、で南米の国の中ではこのチリというのは世界チャンピオン確か出してない。そうなんです、だからもしですね、これで取るとですね、チリ初の世界チャンピオン誕生ということになりますね。はい、さあ浜さん、この試合ですが、はい、どこら辺に注目されますか。まあ、特にバスケスですね、このバスケスが調子いい時っていうのは右のクロスカウント上げてるんですよ。そして、はい、左フックが溜めた打ち方するんですね、その両方が出ると調子いいと見ていいと思いますね。そうですか。さあどういう試合になりますか、ご覧いただきます。この試合は昨年の12月7日アメリカカリフォルニア州インディオにありますファンタジースプリングカジノで行われたものです。WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、ウィルフレド・バスケス対ベルナルド・メンドサの一戦です。チャンピオンシップ・オブ・ザ・ワールド、スケジュール・フォー・12ラウンド・オブ・ボクシング、イントロデューシング・ユー・フォース・リングアナウンサーはジミー・レオン・ジュニアです。こちらがベルナルド・メンドサ、チリの選手です。初の世界タイトル獲得になりますか。チリ、He weighed in at 123 pounds. His record includes 49 wins, 6 losses, with 29 of his wins coming by way of knockout. TonightHe is attempting to be the first Chilean to win a world title. He is currently ranked the number 11 featherweight contender by the WBA. Please welcome tonight's challenger, Bernardo Chifeo Mendoza. Mendoza は33歳です。And his opponent across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the red corner, wearing red trunks with white trim, hailing from Bayamon, Puerto Rico. He weighed in at the featherweight limit of 126 pounds. His record includes 46 wins, 7 losses, 3 draws, with 35 big wins coming by way of knockout. Please welcome the 3-time world champion, known as El Gran Campeón Puerto Riqueño, introducing Wilfredo Vázquez. Wilfredo Vázquez は、これが初防衛戦になります。まあ、プエルトリコのグレートチャンピオンという紹介ですよね、偉大なチャンピオンという紹介です。確かに3階級制覇ですからね、はい、WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦です。レフェリーはルー・モレットです。日本にも何度も来てますよね、はい、モレットさんですね。
チャンピオンの方がちょっと準備が整わないようです。今出てきました。最初挑戦者の紹介の時、私ジュニアバンタムって言ったんですよね。だから視聴者の方々、これ間違いじゃないかと思われるかも分かりませんね、はい、ジュニアバンタム、バンタム、ジュニアフェザー、フェザー、この試合、そのフェザー級タイトルマッチですね。だけど間違いじゃないんですよね、はい、この面倒さっていうのはですね、チリのバンタム、ジュニアフェザー、ジュニアバンタムのタイトル取って、ジュニアバンタム取られて、それでジュニアバンタムのタイトル奪回したわけですね。ははだから体格的にはですね、かなり下の選手がフェザー級にランクされて戦っているという感じなんですね。そうですか、はい。さあ試合開始です。赤のトランクスがチャンピオンバスケス、白のトランクスが挑戦者のメンドサです。3つ目のタイトル、バスケスはこれが初防衛戦、日本にもやってきています。ウィルフレド・バスケス、もう36歳になっています。身長は165センチ、チャンピオン、挑戦者の方が上回っていまして168センチです。左を振っていきました、挑戦者。フェザー級のランキングで言いますと11位です。先ほどご覧いただいた通りです。左を出していきます。右のカウンターが得意なバスケス、ボディを打ちました。右、バスケス、右のガードはきっちりと頬につけています。左を出します。右のストレートは当たっていません。おっと、中に入り込んでしまいました、面倒さ。この試合問題なのはですね、バスケスがエロイロハスからタイトルを取って、まあ、バンクラスの、まあ、ノックアウトで取ってからですね、はい、7ヶ月のブランクがあるんですよね。ちょっと試合が決まらなくて、まあ、かわいそうな面もあるんですけどね。まあ、タイトルを取ったのは5月ですからね、はい、オートボディ、今のはブロックしたか、まあ、浜田さん、はい、チャンピオンに、まあ、この人はチャンピオンとしては経験豊富なんですけども、久しぶりのこの初防衛戦というのはどうでしょうね、この年齢的なものを加味して。まあ、バスケス試合によって調子いい悪い極端ですからね。そうですね。ですから、まあ、逆に間空いてても逆にいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、なるほど。立て続けにやるとやっぱそのいい時のコンディションを持続するのも難しいと思うんですね。ベテランならば時間さえあればなんとか持っていきますでしょうか、ね、自分の調子持っていきますからね、そういった面では7ヶ月ぐらいはこれぐらいのキャリアだとどうってことないんじゃないかなというふうに思いますね。そうですか、はい、両者の軽い動きがこの1ラウンドで見ることができますが、まあ、浜さん、はい、まだ、ね、調子云々を言うのは早いと思いますけれども、どういうふうに映ってますか今のところ。バスケスはどっちかというと前半ゆっくりしたフットワークから入ってきますので、いつもの感じで、出だしはいってるなという感じですね。挑戦者の面倒さの方ですけどね、思ったよりも振りは大きいんですけど、スピードは思ったよりないなという感じしますね。あ、スピードがない、はい、スピーディーでかなり積極的だと聞いてるんですけどね。うん、そうですね。そのがね、やっぱバスケスが一発狙っているんで、その面バスケスの顔を見てると振りが自然に多くなるという感じがあるんじゃないですかね。はい、第1ラウンド終了しました。このラウンドチャンピオンのバスケスにつけたいと思いますね。はい、毎回採点基準の説明なんですけど、まず有効なクリーンヒット、これをに重きを置きますね。まずクリーンヒットしててなおかつ有効であることっていうのが重要ですね。その後攻撃を伴う構成、ただ前だ出てるだけでは構成とみなされないわけですね。そして防御技術、そしてどちらがペースを取っていくか、リングジェネラルシップといいますか、はい、そうしたところでできるだけ10対10をつけずに、僅差のラウンドも10対9をつけようっていうのが世界的傾向です。はい、第1ラウンドはチャンピオンが取りました。こちらが挑戦者コーナーです。毎回同じこと言って、もうテープレコーダーでも入れといたらいいぐらいなんですけど、これはボクシングをその見る上において大事なことなんですね。まあ、はっきりと分かる KO、TKO 以外は
そのジャッジで勝敗が左右されるわけですからね。第2ラウンドです。左を出していきました。ベルナルド・メンドサ、チリ初めての世界チャンピオン誕生になりますか。まあ、考えてみればバスケスはこの3つ目のタイトルですから、世界王と世界の王座から2度は転がり落ちているわけです。右のクロスを持っていきました。インサイドからメンドサ、初めてチャンピオンになりましたのが87年の10月ですから、もう10年、およそ10年ということになります。ウィルフレッド・バスケス、まあ、その間タイトルは失った期間もありますが、3階級制覇に成功しています。右のクロス、それからバスケスは、これがフェザー級のタイトルなんですけども、このフェザー級タイトルを取る前にもブランクの期間こう試合を重ねていい成績を上げてるんですよね。そうですね、まあ一応その1位としてエロイロハスに挑戦したわけです。で、その前にですね、フェデラテンというラテンアメリカタイトルを取ってるんですね、はい。まあ、ホセ・ベラスケスにですね3ラウンド TKO 勝ちして、それで1位上がってきて、そしてエロイロハスに指名挑戦したわけです。ですから決して名前だけで挑戦できたという感じじゃなくて、正規のルートといいますか、また這い上がってきたという感じなんでしょうね。そうですね。両者のパンチクロスしますが、なかなか当たってはいません。メンドサはもう少し小さいパンチ、速いパンチを打つと今の流れだといいんですけどね。先ほど言ったように 大きな感じがしますね、パンチが大きいんですね。リズム的にはいいんですけどね、はい、これが大きいとやっぱりバスケス見えますからね、そういうところでは避けられてしまいますよね。せっかくいいリズムになってきているところですから、はい、バスケスは右を合わせるのが得意です。まあ、日本へ来てですね、はい、まあ、最初、潜ります選手、そして横田選手、葛西選手と戦いましたけど、まあ、いろいろエピソード聞きましたけれど、はい、その世界チャンピオンになっても今もダンプカーの運転手、時間があればやってるらしいですね。東京体育館で葛西雄一選手を破った時も、その試合の前あたりは浜田さん、はい、リズミカルな練習してましたからね。調子良かったですね、絶好調で乗り込んできましたね。いやあの時は本当に、その前の横田君との試合はですね、練習を見せなかったんですよ、はいはい。それで葛西とやるときにはどうぞ見てくれっていう風にどんどん見せたんですね。ですから最初から調子いいんで自信あったんでしょう ね。ここでゴングです。第2ラウンド終了しました。まあ、挑戦者メンドサの方がですね、押してはいたんですけれど、はい、この全般的に2ラウンドを見るとですね、2ラウンド目を見ると、そのやはりバスケスのパンチの方がより有効だったと思いますね、はい。さあ浜さん、はい、1、2ラウンド通して今日のバスケスどう見えました。ですね、1ラウンド目はゆっくりしたリズム、2ラウンド目は相手が手をどんどん出してきたんで、バスケスの力入ってきましたね。普段はゆっくりしたリズムから思いっきり、モーションかけないで左フック打つんですけどね、それがモーションかかってますね、今。今なんか力入ってますよ、この打ち方。そうですよね、はい。普段よりは力入ってきてますね。これでリズムが崩れなければいいと思いますけどね、はい。WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦は第3ラウンドに入ります。このバスケスというのは不思議な選手ですね。かなり調子に波がありますね、はい。して、まあ、調子がいい時はですね、オールアンドカニザレスとやってジャブで打ち勝ったり、キビキビした動きを見せる時もありますね、ところが悪い時はですね、エロイロハスの試合も決して良くなかったと思うんです、はい。もうポイントでは負けてましたけど、ところがその時は結構相手が油断してスピードないなと思って打ってきますよね、そこにガツンとパンチ合わせるのがうまいんですよね。調子のいい時の強さとですね、調子の悪い時の、まあ、強さといいますか怖さもありますね、はい。まあ、両方に共通するのは、両方というのは調子いい時悪い時の話なんですけど、パンチがあるから怖いんですよね、調子悪いにしても一発さえ当たればっていうのがゴング鳴るまで分からないですからね、そうですね。エロイロハスなんかあれ11ラウンド TKO ですよね、はい。あと2ラウンドですよね、とか捕まってしまったんですよね。パ
ピンチを持っています。ウィルフレッド・バスケス、距離を置き始めました。メンドサ、いろいろな動きを試します。浜田さん、はい、動きはかなり大胆にこう左右に動きますね。まあ、そうですね、やっぱりあのバスケスがパンチあるんで、動いて攪乱しようという考えもあると思いますけどね。やっぱ止まっての、ま、おお、アオリヒット、クリッチ、あのパンチも伸びるんですよね。メンドサはですね、あれでスウェーバックしたつもりだったんですよ。届きましたね。ホールディングを取られました。レフリーはルー・モレットさんですが、いきなりですよね、これね。おまた右インサイド、ちょっと厳しいように思いましたけど、どうでしょうかね。バスケス、インサイドから右、またヒットしていきました。右当たるようになってきました。バスケス、メンドサにホールディングの反則があります。このラウンドマイナス1ポイントです。さあバスケス、エンジンがかかってきました。パンチはくぐって、カーシュアスボディブローです。おーっと、ちょっと不審か、よろけてしまいました。今度は逆にメンドサ攻め込んでいきます。今日のバスケスは決して調子はそれほど良くないように思いますね。小泉さんはそう見ますか。パンチがちょっと的中率が悪いですし、はい、その浜さんが先ほど指摘されたように、まあ、かなり力んで打ってますし、的中率も悪いし、スピードがですね、まあ、もともとそれほどスピードのある選手じゃないんですけれど、はい、今日はちょっとスピードがないように思いますね。左ダブル、今度はボディブロー。確かに命中率が悪いようです。左フォローしていきます。バスケス、さあコーナーに入りました。挑戦者、バス、お、あ、ゴングです。ゴングが鳴りました。第3ラウンド終了です。第3ラウンド目もバスケスのパンチの方が有効だったと思いますね。だから10対9、そこで、まあ、ホールディングで減点ありますから10対8になります、はい、挑戦者チリのサンチャゴの出身です。ベルナルド・メンドサ33歳、間もなく34歳の誕生日を迎えます。まあ、バスケスにとっては久しぶりの試合、その辺ベテランらしい調整でこの試合を迎えたと思いますが、徐々にちょっと命中率は悪いもののエンジンの方がかかってきているような感じがあります。それからバスケスは、まあ、地元では当然プエルトリコのヒーローという感じなんでしょうけども、いろいろあのボクシング以外といいましょうかね、あのボクシングでの仕事も他の仕事も増えているようですね。あのプエルトリコではですね、あのテレビの解説者の仕事もやってるらしいですね、まあ、当然この辺でチャンピオンになりました。ゲスト解説という形でね、そういう仕事もありましょう。だからまあ初めてですね、そのチャンピオンになったバンタム級チャンピオンになってからもう10年ですもんね。そうですよね、まあ、常に世界のトップクラスその保ってきてですね、そして3階級制覇しましたから、おっと、下がりました、はい、下がりました、チャンピオン下がります。さあ反撃か、頭が合いました。第3ラウンドは不本意なラウンドを作ってしまいました。挑戦者のメンドサ、チャンピオン上から、おっと中に入っていきます。まあ、体のキレがそのバスケス今日良くないですから、はい、ああいういいパンチ今組みましたね、中に取り込みます。ただ本当に強い選手っていうのはですね、調子のいい時もそれから悪い時でもですね、それなりにボクシングまとめてくるもんですよね、そして勝ってしまうんですよね、はい。振り込んでの右、そしてお、ちょっと大きいので寄せられてしまいます。面倒さ、右のストレートから積極的です。レナルド・面倒さ、右のストレート、ちょっとバスガイドの間を破りました。両グローブの間を通り抜けています。右のストレート、スピードはこの面倒さの方が上ですよね、まあ、比較の問題ですけどね、面倒さもそれほど際立ってスピードある方じゃないんですけど、バスケスの今日のバスケスは遅いですから、
左を突きます。左は相打ちになりました。右のストレートは弾いて右の顔を返します。バスケス、ちょっとバスケスの目のあたり腫れてきたようです。かなりメンドサは大胆に打ち込んできます。左の服、あと25秒を切りました。第4ラウンド、この挑戦者も力んでますね、左だから滑らかさがないのと、そのコンビネーションを打ってないですね、あ、飛びに打ちました。バスケスの右、あの顔を見ると挑戦者顎が長いんで顎は強そうじゃないですね。あ、そうですか、あった、はい、その顎に何回か当たっています。第4ラウンド終了しました。このラウンドはバスケスが一瞬攻め込まれた時もありましたが、ちょっと今のラウンド全般的に考え直してみたいと思うんですけどね、はい、あの挑戦者のいいパンチが当たってバスケスコーナーに下がりましたよね、そこでまたいいパンチがありました。一方このラウンドの終盤にバスケスの右のパンチ単発ありましたね。ただ全般を通じると私は挑戦者の方が相手に与えたダメージ上だったと思います。挑戦者の実体球もね。そうですか。浜田さん、第4ラウンドは、私も挑戦者のラウンドです。やはりこのラウンドは挑戦者が取りました。あのバスケス攻め込まれてたんですね、この辺そうですね、攻め込まれてますよ、3センチ大きい挑戦者、その体をいっぱい使いまして体全体で押し込んできます。打ち合って押し込まれている状況でしたね、ちょっと左の頬骨のあたりが膨らんでるような感じがします。ウィルフレッド・バスケスチャンピオンです。さあ第5ラウンドに入りました。 WBA 世界フェザー級タイトルマッチ12回戦3階級目のこのタイトル、今日が初防衛戦です。しかも久しぶりの試合ということになります。ウィルフレッド・バスケス、それに挑戦します。チリのベルナルド・メンドサ、いいラウンドを作りました。第4ラウンド挑戦者メンドサ、チリにはかつて世界チャンピオンが出ておりません。ちょっとバスケス動き始めましたね。あ、目が覚めましたか。少しあの、まあ、ランダ戦の変な巻き込まれ方でしたから、自分のペースを作ろうという感じですね。まあ、当然指示もありましょうが、その辺はベテランです。あ、そうですね、随分少しリラックスして、あのリズム取ってますよね、はい、ボディを打っていきます。チャンピオン体を振る超絶戦車のメンドーサ、大きく振ります。メンドーサ、おっ、やり返す、バックします。今の中のパンチは溜めたいいパンチですよ、当たってはないですけどね、まあ、リズム的にはいい感じ出てきましたね、はい、チャンピオンバスケス、第4ラウンドは追い込まれましたが、この第5ラウンド半分が済みました。ミロオーバーハンドは当たっていません。左を突きます。バスケス、ところに入っていきました。メンドさん、この挑戦者誰かに似てるなと思ってたんですけど、若い頃のアルパチーノにちょっと感じが似てますね。まあ、そう思うの私だけかもわかりませんけどチリのアルパチーノですね。そうですね、右を入って打っていきます。相変わらず大きなパンチを繰り出していきます。メンドサ、インシュート、入った、ダウンです。右を絞っていました、狙っていました。バスケス、いいタイミングで入りました。この長い穴に見事にフットしています。まだ30秒あります。立ち上がりました。シャイア続行、バスケス行きました。右オーバーハンド、やり返す、ボディブラー、飛び切った、試合終了です。試合終了、バスケス5ラウンド目、まるで動きが変わりました。素晴らしい爪を見せました。ウィルフレッド・バスケス初防衛に成功です。これがバスケスなんですね、1回からの3回までのボクシング、これはなんじゃっていう風な、もうスピードのない、もうバランスの悪いボクシングしてって、いつの間にかいいパンチ当てると、ああして決めてしまうんです。はい、浜田さん、5ラウンド目人が変わりましたね。バスケス、いや本当にいいリズムから入ったんで、ああいったためたパンチが打ってたんですね、
まあ、はい、ラウンドごとでボクシング変えられるのもこの選手の特徴ではありますけどね。レフェリーがストップしました。そうですね、それがあるのはですね、ムグルメ拓也選手とやった時ですね、揉み合いしててですね、途中からもうちょうど真ん中からアウトボクシング切り替えました ね。あれ普通の選手できないんですよね。見た目以上にクレバーなところがありますね。相手がこうなんかすごい嫌な選手ですね。さあ最後の瞬間でしょう。爪のところをご覧いただきます。これ右ストレート当たるところですね。はい、そうですね。これ得意ですよね。はい、肩越しの伸びるその重いオーバーハンドライトですね。肩越しの右です。強引に左が伸びていますわ。あれが打ち込まれてきます。そしてこれは爪の一発です。ボディから顔面へのコンビネーション、右アッパーからその右のフックですね。同時にタオル入ってますね。そうですね、まあ、レフェリーはタオルを見ていませんでしたので、その前に自分で止めたようです。まあ、プエルリコ そのファンの人たちに今メッセージ言ってますけどね、まあ、彼自身はもうウィルヘッド・ゴメス、まあ、17連続系を防衛したゴメスがアイドルらしいですけどね。5ラウンド2分37秒Knockout and still champion Wilfredo Vasquez. チャンピオンウィルフレド・バスケス初防衛に成功です。さすがという戦いぶりを見せてくれましたウィルフレド・バスケス。これで新しいレコードが一番下、ご覧のような成績に変わっています。